今日は皆さんにですね、いい感じの座り方っていうのをご紹介しようと思います。ドラムの演奏、楽器の演奏の時もそうなんですけど、勉強、お仕事とかで、肩こりがひどい方、背中腰が痛いよっていう方、多分効果あるんじゃないかなと思います。まず、いい感じに座るっていう時に僕は骨盤を重視します。骨盤が立っているかどうか、こういうピンクのペンありますけれども、こういうイメージですね。はい。じゃ、立ってないとどうなるかっていうと、こういうふうに寝るわけです。そしたら背中が丸くなってしまって、頭が前に垂れ下がって、これで首、肩、腰なんかに負担が来るわけですね。はい。で、じゃあ骨盤を立てる方法、簡単です。横に手を広げて、頭の上でパチン。これで手を下ろすだけ。横から手を広げて、頭の上でパチン。で下ろすだけ。